兼次、これよりはその際を天下のため存分に振るいなさい。はは、この兼次、命を懸けて上杉家の御ため。うろたえ者、主君。越後の竜上杉謙信はその軍略をもって甲斐の武田信玄、関東の北条氏康ら名だたる戦国の英傑たちと覇を競っていた。一方、自らを魔王と称し戦国乱世を席巻する織田信長はその矛先をついに北陸に向ける。天正五年、上杉軍と織田軍は加賀手取川で衝突。上杉の陣中には謙信の姉綾御前にその才を見出された若き新鋭直江兼続の姿があった。間に合わば魔をほふる。謙信公の軍略にかなうものなし。第一話、手取川の戦い。愛の一字、戦場に刻む。敵が渡河を始めた。このままでは本陣が危険です。謙信は策を講じます。その間敵を引きつけなさい。謙信殿、天下を脅かす織田軍撃退の秘策とは。ただ正しきを使え。兼次、上杉の戦をよく学ぶのですよ。相手は謙信。この戦、これらが引き得じゃな。我が軍略を見よ。敵は崩れ、今こそ進軍せよ。地形、天候、敵の動きまで読み尽くした見事な策。目先の戦果ではなく、その真髄を見極めなさい。ここは一旦下がり、決戦に備えん。下がれ。ここはお任せを。正しきを示してみせます。よくやりました。見事ですよ。開門進め。老人相手に手加減なしか。
織田軍にも古めかしい武士が生きながらえていたとは。時代がわしを許さん。戦うぞ。あなたにも分かってきたようですね。無気戦よ、火をつけ、油を注ぐ。家計にひるんだ今こそ好機、やけどにしよう。濡れ。逃がさん、信長様の前で失敗は許されるのだ。ここで果てるわけにはまいらぬ。老人相手に手加減なしか。この窮地いかに出すか。お見事。気概があれば恐れるものなどない。全軍、敵本陣を貫く。開門進め。信長の登場で敵は敵を返した。刺すのは魔王うろたえもん。あれを荒まるのに力で抑える忌むべき戦。正しきを貫かねばなりません。ここで屈しては上杉の名を。もはやこれまでなのか。これが上杉吉兵衛のため。仲間を見殺しにした先の地平に何を期待するのだ。どの耐えぬの。私も見殺しなさい。心に迷いがありましたか。愛に裏打ちされた戦、敗北は許されん。
敵の鉄槌を下したぞ。兼綱、神を切り魔をほふるのです。楽しみましょう。魔王のお姿を地獄で何を楽しめというのか。進め。またお相手願えるかしら。撃ち取ったり。金継ぐが逃走、止めよう。困難や状況にも妥協も屈服もしない気概。この刃、お見事。気概があれば恐れるものなどない。その気概どこまでも貫くがよい。これは私の勝利ではない、義の勝利だ。